ボードゲームの野球盤を現実で再現するというシュールなテレビ企画のリアル野球盤。今日はそんなリアル野球盤の面白エピソードを50個紹介していきます。今年のリアル野球盤で打てばさよなら、打てなければ負けという状況で回ってきたのが、プロ野球引退済みの芸人杉谷拳士。なんとも快音を響かせた打球だったが、惜しくもファインプレーゾーンに着弾してしまう杉谷らしい打球となり、14年間何してきたんだよ俺と嘆いていたそう。これに対してトンネルズ石橋貴明も、あいつ持ってないな、あれがファインプレーに行っちゃうところで引退という判断は間違いなかったと苦笑いだったそう。そんな石橋は、実は今年1月2日の放送前、今回はジムにも通ってコンディションを整えて挑むつもりだったのですが、不覚にもサッカーワールドカップを深夜まで見てしまいまして、今回は杉谷の引退ゲームであり、新たに前進するデビュー戦でもあり、野球人生の集大成、エンターテイナー杉谷劇場もぜひ楽しみにしていただければと思いますとコメントしたそう。そんな芸人杉谷は、プロ野球生活14年間の思いを全てぶつけさせていただきました。やりきりましたね。このリアル野球盤は僕を成長させてくれたことの一つだと思っていますし、何より子供の頃から見ていた番組ですので、本当に夢のような番組だと思っていますと話していた。去年あの大谷翔平と遭遇したという石橋貴明。 WBC の時には杉谷に何とも言えない絶妙な対応を見せた大谷だが、石橋と会った時、大谷から一つだけ心配してたのが、杉谷さん野球盤出ないんですかという、ちょうどバラエティ自粛期間の杉谷を心配する質問をしたらしく、それを聞いた石橋は思わず苦笑いだったそう。リアル野球盤に命をかけていると言っても過言ではない杉谷だが、2021年12月、ビッグボス新庄から次のシーズンに備えるため、オフのバラエティ番組出演 NG が通達されてしまい、当然リアル野球盤も欠場になってしまった。この杉谷不在の当日、石橋が、見てわかる通り、うちの二刀流が今回いないと、常連メンバー杉谷がいないことに言及。続けて、二刀流は今日からシーズンインだったんですけど、ビッグボスから出るなって言われて、といじり笑わせたそう。なお、石橋は杉谷のことを二刀流と呼んでいるが、これは大谷翔平みたく投打の二刀流というかっこいい意味ではなく、テレビ画面には野球とお笑いの二刀流というテロップとともに杉谷の顔写真が表示されていたそう。そんな杉谷のバラエティ自粛期間を作った新庄は、実は杉谷にみんなを笑顔にする前に自分が心から笑顔になれるようにと話もしており、これには杉谷もやっぱり本職は野球なので、そこは間違えないようにしたいですと熱く語っていたそう。2021年1月放送のリアル野球盤では、杉谷は2回裏ノーアウト1塁の場面で、なんと鬼滅カラーの緑と黒で作成された特製バットで登場。バットには全集中の文字が記されており、これに当時日本ハムの先輩でたびたび杉谷のことをいじっていた中田翔が、おいあんまり調子乗んなよとすぐさま突っ込んだそう。これに対して後輩杉谷は、一言言いたいことがあったんすよと投げかけ、シーズン中鼻かんだティッシュを僕のロッカーにポイポイしてたけど、ゴミ箱じゃねえんだよと突然思いもよらない苦情を申し立てたそう。それに対して中田は何ともないような顔で、シーズン中はゴミみたいな扱いされとるやんと返答すると、杉谷は誰がゴミだと激怒。さらに打席では全集中ゴミの呼吸と見返すことを誓ったが、結果はなんと平凡なセカンドゴロだったそう。そんな杉谷はある満塁のチャンスで迎えた打席で、燃やせ燃やせ心を燃やせと、その頃話題だった鬼滅の刃の名言を吐きながら、相手の初球のカーブをバックスクリーン左へ吹き飛ばすホームランを放った。前年シーズン2本塁打の杉谷がグランドスラムを決めたのだった。この日のリアル野球盤では、冒頭に杉谷は石橋からいきなり、打率2割2分1厘2本塁打全てこの背番号通りですと背中の2を突っ込まれ、さらにはトリプル2と呼ばれていますといじりを込めた紹介を行い、試合開始前から球場が笑いに包まれたそう。2016年の野球盤で杉谷は石橋のメンバーとして出演。杉谷はたびたびリアル野球盤で面白いやり取りを見せている先輩の中田に対して、4番の力関係ないから、今日はお前のバッティング見せてくれよなどと挑発を繰り返したという。そんな杉谷だが、実はスイッチヒッターであるものの、左打ちは結構苦手で、2016年の時には右打席に入ったところに、杉谷左で打てやとヤクルトの山田哲人がタメ口で仕掛けた。杉谷は後輩ではあるものの、前年にトリプルスリーを達成するなど圧倒的な成績を収めていた山田からの挑発を受け、やってやろうじゃねえかよこの野郎と左打ちで勝負を受けた。こういう時にはやらかしがちな杉谷だが、なんとこの打席で杉谷はヒットを打ち、結果を残したのだ。その後山田はタメ口での挑発を、すみません杉谷さんと謝ると、杉谷はあいつを越してやろうと思ってるんでと、2015年に打率3割本塁打30本30盗塁トリプルスリーを達成した山田を超えると高らかに宣言した。これにはファンから、杉谷を応援するよ、中田翔に喧嘩売ってこの後知らんぞ、今年も野球盤面白かったなどの声が上がっていた。2022年某日、日ハムがリアル野球盤で使用されたバーチャル打撃マシンを導入。その金額がマシン本体が300万円、映像が200万円で計500万円というなかなかの額だったらしい。
そのマシンには現役時代の新庄の映像も用意されており、俺の映像はボケ、俺の映像だけピッチャーじゃないから全然合わないっていう。僕が巨人戦かな、オープン戦で投げた映像と説明していた。2023年1月、最近1番に座っていた杉本裕太郎や山川穂高、ダンサー牧秀悟と力を合わせて打倒石橋ジャパンに挑んだのがヤクルトの村上宗隆。快打を見せた杉本、山川、牧が戻ってくると、それぞれの決めパフォーマンスである昇天ポーズやドスコイなどを満面の笑みをたたえて全力で一緒に披露するなど、リアル野球版は大盛り上がりを見せたそう。これには野球ファンもネット上で大盛り上がり、ツイッターには村上ちゃんとラオウの昇天ポーズ撮るの優しい、牧と村上シンが一緒にデスター社やってるの良すぎる、村上のデスター社はレア、村上もデスター社やってるの可愛いと感激する声が溢れていた。2022年1月放送のリアル野球版で代打に強い阪神の原口文人は石橋率いる石橋ジャパンに選出され、現役選手の原口も石橋らと同じマシンと対戦していたが、途中ソフトバンクの千賀滉大がプロ用のマシンと対戦しないかと交渉すると、村上に原口さんに聞きたいです、プライドないんかなと思ってと挑発されてしまう。この挑発に対してやってやろうじゃないかと杉谷が言いそうなセリフで条件を飲んだ原口は見事に二塁打を放ち、さすがの勝負強さを発揮したのだ。そして原口はトータルで9打数6安打と爆発し MVP を獲得し、車もゲット。これに当時の侍ジャパンメンバーは思わず原口いいバッターだなぁと脱帽し、オリックス杉本はほんまいいバッターやな、来年オリックス来んかなぁとラブコールを送っていた。現役野球選手の番長といえば中田翔が真っ先に思い浮かぶ人が多いだろうが、リアル野球版では過去にレジェンドたちを集めた番長ジャパンというチームが出たことがあった。そのメンバーは清原和博、立浪和義、元木大輔、広沢克実の4人。2021年の回ではメジャーで活躍する前田健太がなんとホームランを放った。この事態になんと MLB の公式が反応し、前田はツインズの次なる DH になれるだろうか、彼はゲームショーでの練習がもっと必要なだけかもしれないとバッティングのセンスを高く評価していた。2020年1月3日、杉谷はインスタに打撃練習する写真を3枚アップし、昨日のリアル野球版どうでしたかとファンへ問いかけた。放送後にファンからの反応はたくさんあったようで、たくさんのメッセージありがとうございます、練習終わりに全部読みますと笑顔マークをつけたという。2023年1月2日、杉谷は久々にリアル野球版に復帰ということで、金河新年の文字が入った赤バットを頭上に掲げて笑いを誘えば、 YouTube でも話題になったファイターズガールのキツネダンスをノリノリで披露し、その後北の国から小キツネコンコン打法と称して打席に立ったが凡退してあえなく撃沈したという。この日番組終了間際に杉谷は前進セレモニーと題して明かりを落とした球場で感動的なマイクパフォーマンスを披露。しかし他のメンバーは聞き入ることなくさっさと引き上げ、目をつぶりながら熱弁していた杉谷は一人ポツンと取り残される形になってしまい、気づいた杉谷はどんな終わり方よと絶叫するという、杉谷以外の人からすれば最高のオチで終幕したそう。これには当然視聴者も反応し、みんな劇的スルー、最後の最後まで愛されてるな、ほんと映える、最後までいじり倒された、来年も待ってるよ杉谷と面白がっていた。千賀滉大は2022年1月に放送されたリアル野球版に出演するも、普段はなかなか見られない打撃を披露、大飛球や鋭いライナーを連発し満面の笑みを見せていた。しかし次の日、自身のインスタグラムではハッシュタグおはようございますと題された完璧なまでの無表情の一枚を投稿し、前日とのギャップを見せたそう。これにはファンも昨日のリアル野球版のキラキラな笑顔はどこへ、顔が怖いよ、まさかの寝起き、お眠やねと驚きの言葉が寄せられたという。2013年夏、リアル野球版に新しいピッチングマシンが登場。大谷翔平ばりの160キロの剛速球から大きく落ちるフォーク、大きく曲がるスライダーまで投げられるという限りなくプロの投手が投げるボールに近づいた究極のマシンは、元プロ野球選手の清原和博にして、あのマシンは一軍ローテーションで10勝はできるだろう、ダルビッシュと双璧だと言わしめたという。歴代最強の助っ人はメジャーで7回 MVP を取ったバリー・ボンズ。出演した時は38歳だったものの、前年にはメジャーで3割7分を打って首位打者を獲得していた超スーパーマンで、石橋たちは3対15で完敗してしまった。2015年某日のリアル野球版で石橋率いるチーム帝京に立ちはだかる敵は、なんとあの大御所松井秀喜率いる元巨人の4番バッター軍団のチームゴジラ。一見松井の方に有利かと思えたが、なんとチーム帝京はチームゴジラを倒してしまったそう。その翌年の2016年、なんとニューヨークで松井によるリベンジマッチが開催。このニューヨークリベンジに対して石橋は、去年は僕らが松井くんたちに勝ったのに自分たちのホームに来いとはどういうことだという思いで乗り込みました。使わせてもらった球場は素晴らしい環境、歴史の重みの感じられる場所での戦いは気持ちよかったですと堂々と語っていたそう。
そんな松井秀喜は2019年にチーム松井としてリアル野球盤に再挑戦。ワンアウトランナー一塁で打席に立った松井は、敬遠しちゃダメですよ、ちゃんと勝負してくださいと甲子園を彷彿とさせる要求をした上で見事に安打を放ったが、本物の野球と違いちょろちょろと転がって単打のゾーンに入った松井の当たりに石橋はダッセーヒットとバカにしていたそう。松井との戦いはチーム石橋が無得点に終わり、0対2での敗戦が決まると完封勝ちですよ完封勝ちと松井は大歓喜。それに対して当然のごとくリアル野球版恒例の石橋チームによる土下座で泣きの2回延長が行われていたそう。2021年、新庄からのバラエティ禁止令が出た杉谷がファンから一つ許されるなら出たい番組はと聞かれ、リアル野球版ですと即答し、子供の頃から見てきた番組これだけは出たい、来年はしっかり成績を残して出演できるように頑張りますと力強く宣言した。2022年1月、杉谷不在のリアル野球版終了後、石橋は杉谷に、おいどこにいるんだよ、やっぱりお前がいないとダメだと連絡。そして2023年1月の放送前に杉谷は、今年の番組の出来にはめちゃくちゃ自信がありますと自信満々に語っていたそう。2019年11月、杉谷がリアル野球版について帝京高校の先輩でもある森本ひちょりに、僕は高明さんの無言のプレッシャーを楽しみながら毎回出させていただいています、そのプレッシャーに打ち勝ってチームに貢献できるかがポイントだと思いますので、とにかくチャンスで高明さんに回してくださいとアドバイスしていたそう。2021年12月、別番組で司会の吉川紀夫アナウンサーが杉谷のリアル野球版などのバラエティ番組出演 NG の話題に触れると、森本ひちょりは、選手の場合は野球で成績残してほしいですよねと指摘し、彼はテレビ人のような演出をしているのでパフォーマンスじゃないんですよね、パフォーマンスをやるなら野球でもやらなきゃ、野球でやらないでしょ、それがちょっと違和感なんですよ、テレビの時だけならテレビ人じゃないですか、野球選手なんだからテレビで生かした知名度を野球でもっとパフォーマンスを出しなさいよと杉谷に葉っぱをかけるような発言をしていた。続けて森本は、剣士は今年契約してもらえてラッキーくらいの選手ですから、実績見ても本当に厳しい言い方しますけど、過去の成績を見てたら、年齢も考えたら、若い選手を使っていくのという中で厳しい成績を残し続けたと杉谷が置かれている現状について言及していたという。とあるリアル野球版では、東京ドームの天井に当たってそのままスタンド上の壁へ打球を飛ばしたのが山川穂高、そんな山川のことを石橋は、山川は MVP 商品の車をお母さんにあげたくて練習してくる、1打席目からガンガン来ますからね、山川が2発打って勝って MVP のはずが、泣きの延長戦で杉谷の詰まった打球がコロコロって三塁打のところに行って逆転、それで杉谷が MVP になって山川が怒ってたよねという珍事件を語っていたそう。ある年には去年の首位打者、日ハムの松本剛が、来シーズン活躍すればオファーがあるかもしれないので、リアル野球版に呼んでもらえるくらい頑張りたいと意気込んでいた。リアル野球版恒例といえば、負けチームによる泣きの土下座と思われているが、ここ最近実は土下座はそこまで見られない。これに SNS では、なんでスポーツ王でいつもの土下座ないねん、格付けチェックはこんなに土下座してたぞ、テレ朝って土下座禁止って昨日の格付けでもやってたよねと盛り上がっていたそう。2019年1月放送のリアル野球版で石橋と共演した山川穂高、これに対して沖縄出身の山川は、たくさん沖縄料理の名前を言っていただけるなど、いじってもらえてすごく嬉しかったです、小さい頃からずっと見ていて、いつか出たいなというのが僕の中での一つの夢だったので、そういう意味でも今すごく感動していますと話した。2022年10月20日、石橋が自身の運営する YouTube チャンネルにて、岩手県の小学生たちを交えたリアル野球版の様子を公開。選手宣誓の後、実は甲子園に出た経験のあるゴルゴ松本がエキシビションとして打席に立ち、本来空振りするはずだったにもかかわらず、見事に球を打ち返してしまい、石橋に空振りするんじゃねえのかよと突っ込まれていたそう。またこの小学生を交えたリアル野球版の後、石橋から野球王国として子供たちが野球に触れる機会が多くなることを願っていますとメッセージが送られ、コメント欄では、タカさんは未来の野球界のために頑張っている、応援しますなど企画を応援する意見が多く見受けられていたそう。今回はリアル野球版の面白エピソードを紹介しましたが、他にも杉谷の面白エピソードもあるのでぜひ見てください。最後に、この動画が面白かった方はチャンネル登録だけでいいのでお願いします。それでは皆さん、さようなら。